琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と作家の小原武史でお送りします。そういえばですね、はい、あの京塚って聞いたことありますよね、うん、はいはい、浦添、よく行きますよ、あそこら辺は、以前にあのちょっと地震が起きたら何と唱えるかという話をしたと思うんですけど、うん、覚えてます？ありましたね。はいはい。なんだっけ、長地か長地かって。ああ、はいはい。長地か長地か。あれは京塚、京塚って言ってですね。うん。で、それはなぜかというと、京塚に地震が起きない。うん、うん、うん。大きい地震が起きた時に京塚が揺れなかったからという。はい、うん、そういうまあ話なんですけど。はい。その、今度はね、京塚、つまりお経の塚って書くんですけど。そうなんですよね。あれはなんでかという。話なんですけど、はい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 、京塚の、うん、まあ、公園のところですね、京塚公民館の横かな、はい、に、まあ、金剛峰と書いてある碑文が立ってるんですね。おー、そうなんですね。ここに実は、妖怪が閉じ込められてるんです。今も。はい。今も。はい。ちょっと言うとですね、はいはいはい、日宗上人という人が、うん、まあこれはですね、1524年に建てられた碑なんですけど、もともと京塚のあたりには、魔事文、妖怪がたくさんいたらしいんですよ。そうなんですね。で、もう夜になると人が通れないぐらい、いっぱいいたから。まあ、トンネルはありますが。まあまあ、まあ。そこら辺ね。はいはいはい。その、日宗上人が、金剛経というですね、まあ、お経の一種ですね。あ、それを石に書いて、はいはい。その石に、まあ、自分を閉じ込めて、全部。うん、おお。それを埋めた塚が、京塚なんですよ。へぇ、そうなんですね。金剛ってことはあれですか、空海ですか、真言宗。真言宗ですよね。真言密教だと思うんですけど。真言密教ですね。へぇ、そう。で、その、まあ、塚が今も残ってて、うん。で、その塚の中には妖怪、魔事文を閉じ込めた小石が山のようにあると言われてます。うんうん、やばいじゃないですか、でも。いまだにあるっていうのは、あんな、だからトンネルとかやって大丈夫なんですか？工事で。京塚のその碑文の下にあるから、まあ、ちょっと離れた場所だと大丈夫だと思うんですけど。場所で言うとどこら辺なんですか？ちょっとあんま分かってない。トンネルとかジャイカとかそういうのはちょっと離れてるんですか？あ、ちょっと離れてますね。あそこはまた別の心霊スポットなんですよね。なるほどね。ああ、そうですね。あそこはあれですね、玉城長君というね、組踊りをもともと書いた人の。墓があるんですよね、上にね。そこの下に作ったからね。ああ。という話ですよね。そうですね。まあ、本当かどうかわかりませんけども、そこで結構心霊スポットって言われてますよね、今もね。浦添はまあ歴史が古い町なんで、こういう話が出てくるんでしょうけど。はいはいはい。まあ、はっきり言うとね、この、その碑文の下に、小石が埋められてるのか、別にレントゲンでも撮って調べたわけではないんです。はい。だから、もしかしたら碑文が立ってるだけかもしれません。でも、それを勇気を出して掘り起こすのは、やっぱりね、やめた方がいいと思うんですよね。やめた方がいいです。絶対やめた方がいいですね。うん、そんな、どんだけうじゃうじゃいたんでしょう。そうそうそう。閉じ込められて。おそらくね。ね、今、この時に、何千年の時を超え、そうなんですよ。出てこられても困るんですけど。封じ込められたものを ね、今更掘り返すのもね。はいはいはい。で、日宗上人はやっぱりその、金のね、大蛇、大蛇を、まあ、閉じ込めたという、金観音堂の洞窟があるんですけど。また蛇ですか？もう蛇です。でも金なのに悪いやつなの？蛇は。あ、金蝶だからね。そうそう、金蝶だからね。おー。まあそういう伝説がいろいろあるお坊さんなんですけど、松川に碑文立てたりですね、このね。あ、そうなんですね。うん、いろいろ、まあ沖縄と深い関わりがあるんですけど。はい。またもうちょっと時間になりましたんで、おいおいね、見ていこうと思います。はい、神崎秀俊と小原武史でお送りしました。まあ、なんか若干妖怪ハンター的な存在なんですか？そうなんですよ。いわば妖怪ハンターですもん。だって、岩にと、石に閉じ込めて、ね、やるとお経を書いて封じ込めたわけですからね。で、竜も閉じ込めてとか。そう。そうですね。閉じ込め。
他なそういうのがやっぱり沖縄各地にあるんですか、その日清商人がやったっていう。ね、あとだから松川と若狭にも観音堂を建てたという記録があるんですけど、うん、今その場所は分からなかったですね。あ、若狭、うん、この近辺僕若狭公民館にいましたけど、はいはいはい、その場所はまあ今も戦争で焼けちゃって誰もわからない。まあでも話は残ってるんですか、その観音堂に閉じ込めたっていう、うん、そう言われてますけどね、それも文献がないんです。ただあったと、建てたものがあったとっていう話だけが残っていると、うん、で、まあ、神崎さん沖縄の人じゃないのであまりわからないかもしれませんけど、いみくじわからん松川の碑文っていう言葉が、おお、なんか笑ってるけど聞いたことあります？地元にわからず、意味くじわからん、まあ意味わからんっていう。ああ、そのままなんで、意味わからん。それの本当の文章は意味くじわからん松川の碑文って言うんですよ。おお、意味わからんな松川の碑文はってことですか。あの那覇市 松川ってね、はいはい、あの坂があるじゃないですか。あ、 ありますね。首里のね、はい、うん。あそこの途中に、うん、あの日州商人が建てた碑文があったんですよ。はいはい。ところが長年、まあ、例えば三星雨とか雨風で削られて、碑文の内容が読めなくなってたと。でそれを見た松川の人は、意味くじわからん松川の碑文って言ってたんですよ。松川の碑文のように意味がわからない。というふうに使われて、ああ、だそういう言い回しなの？そう。お前の言うことはみたいな。そうそうそう。意味くじわからん松川の碑文だみたいな。だから今、昔はね、その意味くじわからん松川の碑文までが一つの文章だったんだけど、うん、松川の碑文が取れて、うん、みんな意味くじわからんって言ってるんですよ。ああ、そう、実はこれも日主商人の言葉だったと、はい、言葉というか、まあ、人がそういうふうに読めなくなった碑文に対して言ってただけなんですけど、意味くじわからんって言うんですか。でこの松川の碑文も今ないんですよ。あ、どこ行ったか行方不明。大丈夫ですか、それって。あ、碑文だから必ず何かが閉じ込められてるってわけでもない。いや、そこにも閉じ込められてたって話があるんですよ。あららら。まあ多分ちゃんとした市町村市編集者とかは否定すると思うんですけど、そんなアホなっつって、はい、うんうん、まあ噂レベルですけど、うん、松川にもそういう、まあ、閉じ込められてるものがあって、もう壊されちゃったから、うん、今それがいっぱい出てるみたいなね。おお。で、まあこれ、まあ一説ですけど、やっぱり松川は肌に合わないって言って住まない方もいたりしてね。うん、まあでもそんなこと言ったら沖縄全土そうなんですけど。ああ、まあね、なんか人にね、よって合う土地合わない土地ってあるみたいですよね、みんなね。沖縄ってやっぱりその土地と深い関わりがありますから、うんうんうん、まあお墓であった土地とかね。うん、なんかそういうのはやっぱ嫌う傾向がありますね。土地が悪いってよく言うんですけど。はいはいはい、はい。まあ、そうなんですよ。意味くじわからんっていうのは、やっぱりこれも日主商人の関わってる、関わってたことですね。なるほどね。だから、結構ね、この人の伝承とか各地に残ってて、まあ、どこまで信じていいのかわからないような伝承もあるんですけど。でもまあ、金の蛇とか面白いですよね。そうですね。金の観音堂のちょうど向かって左側にね、洞窟があって、うん、まあ、誰でも降りていけますから、一度見に行ったら面白いかもしれないですね。そこの碑文は読める？そこは碑文はなかったですね。あ、それは碑文ないんだ。うん、で、この日主商人、沖縄にどうやって来たかって言ったら、うん、不堕落都会で来たって言われてるんですけど、ああ、はいはいはい。和歌山とかね、うん、から京都の桂川でもあったみたいですけど、うん、船に僧侶を閉じ込めて、3日分の食料しか渡さず、はいはい、周囲にこう、鳥居を立ててね、うん、釘で打ち付けるんです。出れないようにして。それで、はい、最西方浄土って、西の方の、うんうん、まあ、パラダイスに行けると信じたお坊さんが、うん、続々と身投げするように、こう、船で出るわけですよね。そんな3日分の食料で黒潮に乗ったら、うん、どこに行けるかって限られてるじゃないですか。そうっすね。だいたい上の方行くんですけど、日本列島の。ただ、寒流っていうのがあって、はいはいはい、寒流って戻るんですね、うん。それに乗ったら沖縄まで来れるんですよ。で、結構沖縄までそのお坊さんが、この不堕落都会でやってきたっていう記録が残ってて。あ、だからその池間島とかにもありましたよ、みたいな。ありますよね。たどって着いたっていう。そう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 。
まあ、多くは死んでたり、うん、もう上のためにも、ね、ミイラになってたりとかするんですけど、はいはいはい、この日州商人だけは、ちゃんと金にたどり着いて、うん、大蛇を封じ込めの、若さに観音堂建ての、松川に碑文建ての京塚で、こういう碑文を建てて、金剛系で閉じ込めたという。すごい伝説が残ってるんですよね。でもあれでしょうね。なんか、日照上人にして沖縄にたどり着いたら、極楽浄土着いたと思うんじゃないですか。そうですね。多分ね。このあったかくて。でも不思議なんですけど、だから本当3日分の食料しかなかったのに、金にたどり着いて生きてたと。しかもそこからもう大活躍じゃないですか。そうです。いやもうその。X面みたいなね。もうそこが修行場になってたんですよ。おそらくね。あじゃり修行みたいな感じで。かもしれないですね。そう、たどり着くまでにもう覚醒してたどり着いたという方かもしれないですね。なるほどね。ちなみにこの、不堕落都会でやってきたお坊さんには、太中商人もそうだっていう説があって、太中商人っていうのは、要するに英才を伝えた人として言われてる方なんですけど。あ、なるほどね。まあ、何人かいたんでしょうね、そういう方がね。そうなんでしょうね。僕はでも絶対そんなん嫌ですね。3日分の食料しかないのに、箱の中閉じ込められて船で流されるなんて、死刑でしょ、ね、あなた死になさい、3日でって言ってるようなもんじゃないですか。これみんな本当に信じてたんですかね。半分どうなんですか、身投げみたいなもんなんですか。まあ当時はやっぱり信じたんじゃないですかね。信仰の力というかね。見えないものを信じることが信仰ですから。そうですよね。西にね、極楽浄土があると。うん、まあ本当に天国が西にあったのかよくわからないですけど。まあ興味深い伝説ではありますよね。確かにね。そうですね。まあまあ。もう僕らも流れ着いたようなもんですけど。そうですね。うん、僕らは別に JAL で来ました。JAL で来ましたから。別に修行も何もしてないです。そうですね。だから何も閉じ込められないですけど。僕は花粉症から逃れるために沖縄に来ましたけど、ね。まあ皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。神崎仁と小原武史でお送りしました。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。